ドンドクドンドクドンドクドン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 ミサモセカンドアルバムオートクチュール発売日前のインスタライブでミサモのメンバーが直々に開封ライブを実施。最後に紹介したのは一番気に入っていて意見をいっぱい反映させた初回限定豪華版。中身を見つつ感想を言いつつたまに中身を見せつつ途中ハプニングもありつつ楽しくライブが進んでいきます。もうこれあれやんな、自分が一番気に入ったページ表紙にして置いとけるやつやね、うん、こんな感じで好きなページを表紙にして飾れます。そして写真以外にもミサモ直筆のイラストも。かわいい。え、上手やな。上手。あ、見たことない。そうだね。自分こんなんやってないねん今日。めっちゃ上手。なに、自分使えるものなかったね。どうしよう。自分のページ来てほしくないんだけど怖い。特に自分はなんか曲決まってなかったから。みーさんってこんなに上手やったん？何で今まで隠してたん？なんか見ながらやってても。え、やけどこんな、こんな、めっちゃ上手。こんな上手やったん？私もめっちゃ下手くそやん、それで言ったら。いや、可愛いの描けるやん、二人は。こちらがみーたんのおしゃれなデッサン。めっちゃ上手。そしてこの後問題のシーンが。一瞬自分の字かと思った。あれ？あれ自分の字やん。あ、混ざってるんか。あ、違う。え？自分の字やってん。え、私の字じゃない。違う。次次次あとで5色を発見。気のせいかと信じたいが明らかに違う。ごまかそうと迷いパニック。もう笑うしかない。そしてこのあとすぐに公式からの文章が。ミータンとサータンの発見した5色に対する謝罪と購入者に対する対応が公式から発表されました。ミータンとサータンのおかげで修正箇所を発見できました。迅速な対応ありがとうございます。何事もなかったかのようにライブを続けるミサも再びサータンが楽しませてくれます。え、しかもこれさ、あれちゃん手紙書けるやつみたいになっててさ、手紙や。あ、こっちもあってた。こう言うていいんですか。え、内緒やったんか。もう内緒やったかれ。内緒だったみたいです。こんな感じで終始楽しそうでハッピーなライブは無事終了。本人たちも大満足の初回限定豪華版開封ライブ。最後はエフェクトで遊ぶミサモの姿をご覧ください。おお。でした。